どうもどうも。こんにちは。悪魔です。今日もとびきりの獲物をご用意させていただきました。いやマジ陰影ガチ悪魔っすよ顔。もうカメラ見てるで見てない。見てないんだ。怖いだろう。そして今日はもう一人悪魔が。悪魔今日助っ人悪魔。こちらへどうぞ。こんにちは。そっちタイプの悪魔だ。こんにちは。いるいるいる。怖くないですか。いいですね。兄さん何しますか今日。何しますか。立ててくれるタイプの悪魔とかいるんだ。そんな悪魔の。キャブクラのキャッチの。どんな飲み会にもいてほしい。気持ちいいタイプの悪魔だ。今日は3人で、はい、トミー君のお家に突撃をして晩飯を作ってもらおう。そんなことできるんですか。わかんないし僕はやったことないですね。ないですよ。はい、やっぱりなんかそのトミーってちょっとプライベートそんなにさらけ出したくないんですよ。そんなイメージ来ちゃってますよ。もうただこれっすよ。これだからもうトミーちゃんがこうやってきたら終わり。こうしたらケロさんこうやって僕は正直できないんですよ。あ、そうかそうか。ちょっとやっぱコンビで、まあ、関係性もあるんで。確かに確かに。でもやっぱ肉チョモさんだったら絶対嫌な顔しないんで。ちょっと待って、いや それぐらいのなんかリスクを背負って今日やる。リスクです。ちょっと待って。悪魔はあっちかもしれないです。もうめちゃくちゃ謝ろう。ごめんじゃあ早速ピンポン押していきますか。結構ね僕ドッキリとかでピンポン押して始まること多いんで、はい、多分慣れてはいると思うんですけど。向こうは知ってるんですかね今日。僕が来るとは言ってます。だからそういう時はまあピンポンから始まることもあるなっていう感覚なんで。わかりました。じゃあ押しちゃいましょうか。全然いいですか。なんか多分鍵上からウィンってできるんですよ。だから多分来てもらった方がいいです。泥棒か俺ら。強盗入んの俺ら。来てほしいですよね、ここに。動線、動線。そうか、そうか。やばい。もうやばいっす。誰かいたらどうするね。はい。すみません、国税局と申しますけども。この時間に一度玄関の方にお越しいただいてもよろしいでしょうか。玄関の、はい、お願いいたします。こう焦りますよ。そうだよな。この時間冗談が冗談じゃないです。やばいな。ちゃくちゃ。来るよ来るよ。高め取ってて。危ないですよ。バーン。3階から降りてくる。あ、結構タイミングがね。長いタイミングね。びっくりすんだろうな普通に。まだゲロさんで分かってない。いや分かんない。動画だと分かってる。動画の可能性はあると思ってる。国税局この時間絶対に来ない。朝来るから予告されるし。こんにちは。入ったら。こんにちは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 。ちょっと失礼します。何ですか。ちょっとすごい人たくさん。これ来たんです。すごい来た。あれ見たことある。なんか知ってる人かも。ちょっと一回中で話しましょう。いや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 、申し訳ない申し訳ない。立ち話もみんなみんな。立ち話もなんですから中入ってください。逆にあんま見ないですよ。中入ってくださいっていう。逆に中入ってください。逆にインフルエンサーが住んでない地域です。一撃です。さっき自転車おじさんに。企画さんの。そうなんですよ。びっくりした俺。初めて。カメラがない地域です。あ、そうかそうかそうか。ちょっといいですか。じゃあお邪魔して。お邪魔いたします。お邪魔します。お邪魔します。お邪魔します。なんだこの広い玄関。やばやば。すげえ。やばやば。こうやって寝てんの。全然全然甘くて。こっち川越で寝る。足はみ出せば全然。足はみ出さないで。ドア閉めましょう。いけるもん。ドア閉めましょう。超怖いお札貼ってあります。いやいや住所ほぼ出てる。エレベーター。はい、やば。そうなんですよ。いやいや、ただそのこのエレベーター200キロまでしか乗れないんですよ。ああ、なるほど。そのレポートする人乗って他の人階段に。ああ、そうだ、ちょっと山ちゃんそうだよね。じゃあ逆に怖い。逆にそうですね。
すいません、ちょっと3回よし。あ、もう、あ、なんか、ちょっと待って、怖い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 、やばい、やばい、ちょっと待って、シリテュートゥントゥの呪いがなんか発動するかもしれない。これ一人50キロなわけないでしょ。これ、違う、カンタが入れないから。え、俺ダメなの？それで3回でいきます。はいはい、ありがとうございます。それで3回で、はーい、あれ、なんで？すげえ、やばいやばいやば、来ちゃった。これアビテックスじゃないっすよね。違うよ、ヤマハの違うか、防音室かと。さあ行きましょう、3階です。アクザーってことは、うわっ、お邪魔します。うわっ、お邪魔します。うわすごい、やばっ。え、待って、何個長いかな。すいません、こっち。すごっ、実はあの夢ある。え、やばっ。そんなんもゼップとかでしか見たことない。いや、ほんとに。ゼップ、ベイサイドでしょ。後ろにね、バックヤードにあるみたいな。そうですね、マジで。やっぱ、あ、なんでカンタ君がすげえなってずっと言ってなかった。全然やばい、めちゃくちゃ来てます。全然やばい、なんなら気づいてる。ええなーじゃないの。なんだこの喧嘩って。好感度下がりますからね、なんかみんながその時点で。本当はそうなんだ。一番来てますからね、家。マジ超広い。すごいな。まだまだあるじゃん。何これ。サウナある。サウナ、サウナはやばい。サウナ、そうなんですよ、サウナ買って。いや、知ってるよね、なんか、サウナやばいみたいな。そうな、サウナ、そのスタンス、スタンス定まってないですよ。一応こっち側にいたいから。やっぱり、やばいよこれ。お風呂、そうなんです。うわ、見たことある、見たことある。うわ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 、そうなんです。うわすげー、すげー、やばー。うわー、おしゃれー。ありがとうございます。大丈夫、絶対やった絶対やった。すいません、よろしくお願いします。どうしました、トミー座っていい。どうしました、ちょっと一回脱税してる。脱税してないですよ。本当、国税、税出してない。この暮らしをしてるでね。この暮らし、これは脱税してます。税出してないよね。その神田との収入の違いが税なんじゃないですか。そんなことない、税分。そんなことない。ここはどんな声量で喋っても大丈夫。それだけは違うっす。あ、違う。一回窓開けて。トミー、座っていいよ。ここに俺が、見え方悪いよ。見え方悪いです。見え方悪いよ。ここ座る人は。そうそう、あんまこれも使ってないんですよ。ちょっと、ちょっと、すいない。そうです。ここ、何ここキッズスペース。何なんだろう。ワンちゃんが遊んでます。あー、ワンちゃんが遊んでるところ。ちょっと一回座っていただいて、お話、お話を。この椅子、俺ポテトと遊ぶ時以外座ったことないですけど。へー、遊ばせて、こうやってここで編集しての方が目線的に見えるんで。へー、立ちますね、やっぱり。その、なんか難しくて。いやー、そうです、でもすごい、ありがとうございました。え、これなんか大丈夫。いや、もうバッチリですよね。いけます、大丈夫。いや、今日はですね、はい、はい、晩飯を作ってほしい。あー、なるほど。晩飯、めちゃくちゃ作ってほしい。京都でもめちゃくちゃ見るんです。そうそうそう、あー、なるほど。トミちゃんとご飯食べ、なるほど。いいですか、すいません。いや、全然。押しかけてまで申し訳ないですけど。はい、全然。ちょっと3人でちょっとご飯食べたいなということで。なるほど、はい、分かりました。いけます？いや、いけるんですけど、事前にも言ってました。やばないですけど、全然言ってないです。対応できるんですけど。俺言ってましたけどね、来るっていう。来るだけは言ってるんですよね。なんかこの、いらっしゃるみたいなのは、まあ、ふわっと聞いてたんですけど、なんか。さすがにさせなかった。分かんなかった。いや、なんか、いや、分かんない、すみません、なんか普通うち取んのかなみたいな思ってた。はぁ、え、察し悪いなみたいなことです。俺らの見え方悪いぞ。反省ですかーいって。じゃあ、あんまご飯ないってことですか。ちょっといいっすか。実際ありますね。いけるもんだけど。やった、はい、じゃあちょっと晩ご飯食べさせていただければと思います。お願いします。お願いします。ありがとうございます。にくちゃま、誰かトミーのセリフ待ちみたいな。俺がセリフ飛ばしたみたいな。順番でこっちから。はい、僕からのところあります。はい、それじゃ準備整いました。なんか、みたいな。僕がやってほしいです。僕、いや、違います。僕がそうすると、仕切りみたいなことですか。肉ちょもさんのチャンネルで。チャンネルで。知らんかった。一番嫌やな。突撃されてるね。突撃されてるね。急に。サビなお腹は減ったかな。即興感ない。じゃあ、はい、トミーちゃんにご飯を作ってもらいましょう。ありがとうございます。いいキッチン。とりあえずでもお腹空いてます。はい、もうペコのペコです。ペコのペコね。
あ、なんか色々つけてるな。え、その僕がお酒飲む時とかにちょっとだけ作ったやつを先食べといていただいて、あ、いいですか、その間にちょっと作っていくみたいな。すごい、ことでもいいですか。はい、当て、当て系かみたいな、ちょっとそうですね。え、どうそら困るよな。これ多分2年前ぐらいまで料理そんなしなかったですね。そうだよ、なんかそういうイメージ。料理はしなかったので、だから初即興みたいな。いつも僕あの料理できる風にしてますけど、めちゃくちゃレシピ調べてやってるんで、そんななんかそのなんていうんですかね、めちゃくちゃ料理ができるわけではないんですよね。いやいやいや、できるよ。いやいや、そのハードルをなんで下げようとしたいんだろう。みんなのためにね、本出せばいいな。なんでなんだろう。俺あんまり美味しくないの出されたら。嫌だっす、嫌だっす。なんだよ。あんまり美味しくないなら出されたら嫌ですか。美味しくなかったら言っちゃいます、ね、美味しくない食べ物食べたら嫌です。いや、ちょっと困るな。いや、来てほしいよ、ね、美味しいもの。みんなでいいもの作りましょうよ。ちゃんと協力し合おうよ。協調性も確かに、その美味しい風にしましょう。あー、確かに。やっぱりでもプレッシャーかけすぎるとトミーもあれ。あ、ダメ。でもめっちゃうまいっす。いや、早すぎない、早すぎない、めっちゃうまい。なんか器とかすら今迷ってます。もう何でもいいですよ。急になんか今日なんかテストやばい、急にテストだ。何でもいいっすよ今日、急にテストの日だ。え、でも器とかもめちゃくちゃこう綺麗にこう、あ、いい感じだった。回れてるのはやっぱ素晴らしい。いや、まあそうですね、まあ結果的にそうですね、その遅くなっちゃうんで先週。え、とりあえずじゃあこの辺を食べといて。お、もうこんな早く一品目がこれ、こちらですか。ナムルと、うわ、最高。こちら、俺が出すみたいな。トミーがここに持ってきた方がなんかぽいけど、俺が最後。全然全然。ナムルちゃん。え、すげえ、うまそう。うわ、うまそうじゃないですか。細めの植物。そうだね、まあ見た目はそうだね。まんま言うとそうだね。大丈夫かな、ちょっと箸とかを。そうですね、箸とか。箸なんて食べれないですもんね。そうそうそうですね。ちょっと待ってくださいね。手で食べろってことは。いやいや、違う違う。ダメなんですけども。マジで印象悪いですね、これ。最悪やと、俺ら。最悪だ。嘘です、嘘です。え、これは飲み物とかどうしますか。あ、もし、だけであれば。何でも飲むんですか。え、じゃあ、どうしますか。何が終わりになるんですか。ダメですって。何が終わりになるんですか。いや、まあその、お酒的なのはまあ、やだやだ。どうしますよ。いやいや、悪いですって。悪いです。いや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 、悪いです。いやいや、いや全然大阪ありますけどね。いいんですか。ちょっと、ちょっとごめんなさいね。え、立ち位置はどこ。そう、そう、俺はもうどうか見失わないよ。どうか見失わないよ。わかんない。どこで立ち位置。そっちで行きたいんだけど、あの、今日珍しく僕車で来ちゃって、お酒僕無理。そうだわ。え、そうだ。そっかそっか。じゃあ珍しいことしちゃった。なんかお水とかお茶とか全然全然。皆さん、いやいや、悪いっすよ。じゃあください、すいません。車で来たんね。車で来ちゃって。あ、それはしょうがないっす。それは飲めない。今日お酒なしで行きます。そうっす。いや、でもやっぱ飲みます、みんなで。なんで止まるの、止まるの。ゲロさんはもう日本酒ばっかりなんです。そんなことやめてくれよ。ここではやめようよ。お前はもう水みたいに飲む。誰が好きなの。レモンサワーとかでいいですか。そしたら、ぜひ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 。さあ、この辺だったら。うわ、いいじゃん。うわ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 。ごめんなさい、いただいていいですか。申し訳ないです、申し訳ない。おもてなししていただいて、ありがたいね。だってずっと見てたもん、水も。ありがたいよ、本当に。私、なんでもいいよ、本当に。俺、モンスター、もらおうかな。夕飯で。食べ合わせ悪いっす。これもあるけど。ああ、それ。あ、俺、この缶で大丈夫なの。あ、本当ですか。じゃあ、これこのまま流用して。全然、全然、全然。以上、注いでいきましょう。すみません。まあ本当はそれで飲みたかったですけど。ちょっとそろそろ怒られる。コメントとかがあれ出す。これトミちゃん作ってくれてるのにいいのかな。全然飲んでください。いいんですか。すいません、トミちゃん作ってくれてる。暴れすぎて、スタンス変わってますよ。一番いくみたいな。そうだそうだと、あくまで一応突撃してるんですかね。これうまい。自我が出ちゃってます。自我がちょっと勝ってきちゃって。すいません。じゃあすいません。お先に失礼します。いただきます。乾杯乾杯。お疲れ様です。
ただきます。うわ、うまい。うん、あすごい幸せだな。今日はね、おもてなししていただいて、何もしなくていいんですもん、ね、何もしなくて、マジで。いや、そう、あんまゲロさんが言う。確かに。何もしなくて。だったらちょっと手伝うとかして。何もしなくていい。じゃあこれ、ちょっとまだ、ええちょっと使いが甘いかもしれないですけど、あの、ナスとピーマンの、焼き浸しみたいな感じです。焼き浸し、焼き浸す、焼いて浸すんや。先にじゃちょっと私、もやしいただいていいですか。はい、ナムルは美味しいですから、はいはい、ナムルはまあ、お酒に合うかなっていう。すごいな、これは。うまい、これはうまい。おぉ、うまいっすよ。かったです。あ、いいんちゃう。いいっすか、いいっすか、いいっすか、いいっすか。いただきます。冷蔵庫に入ってる、最高っすよね。素晴らしい。うん、あ、おいしい、これ味めっちゃ染みてるわ。まあ、楽なんで。うん、うまい。じゃあ焼き浸しいただきます。いただきます。どうぞどうぞ。すいません、ちょっと味がまだ染みてないかもしれないですけど。大丈夫。うまいわ、うまいわ。焼き浸しって俺食べたことないかも。一回そうですね、焼いてちょっと、うん、あ、おいしい、これ鰹節が乗ってんのかな。そうっすね、ごまと鰹節がちょっとかかってます。これ量産です。うまっ。ね、おいしい、これ、うん、こんな冷たい飲み物飲んだの初めてですね。そっち冷蔵庫、冷蔵庫の案件何ってこと。酒と見せかけてめちゃくちゃお金困ってる。こんなに冷たいの初めて。そんなことないはずやねん。普通ぐらいですけどね。いや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 、急にそんな作れるもんな。いや、実際はそのままだから本当になんかトリッキーなやつは作れないですね、僕。なんかお店の仕込みの量ぐらい作ってる。ごめんなさい、ごめんなさい。そうなんですよ、そのあんまなんかだから僕料理前は知らなくて、はい、なんで今唐揚げ作ろうとしてます。唐揚げ作ってくれんすか。今日そもそもこの後ショート撮ろうと思ってたんで、たまたま食材結構あって、はい、うわ、うめそう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 だね。すげえな、あの文字とかに起こしたらすごいよね。あの人の家に勝手に上がり込んで、犯罪っすよ。酒、酒、カメラ回して、そうですね、電気、電気勝手に使って、照明焚いて、はい、勝手になんか飯作れーとか。めちゃくちゃ働かして酒出してくれ。脱税しただろう。言いがかりまでつけて入りがね。俺はもう直前までやめた方がいいって生徒に言ってたんですよ。あ、逃げた、逃げた、無理だ。いや、今日はやめましょう。全然無理。デカレモンさ、無理。いっぱい食べたいけど、今から出てくるやつがあるからちょっと進んじゃうっすね。そうそう、ペース的にあれなんですけど、さすがにオフではご飯作ってもらったりとかないですよね。いや、え、簡単にですか。そうそう、いつも作ってもらってるよね。もらってないでしょ。どうしたい、急に取ってつけたようなコンビ愛。コンセンサスって仲良い感じを見せたいのか。どうなのか。この歴で急にコンビ愛を強調する。逆にね、逆に仲良 い, いこうステージかもしれないな。普段はそんなに。じゃあ、いや、そうっすね、多分簡単にそのなんだろう、カメラ回ってないというか、そのチャンネルの企画以外で作ったことほぼないです。はい、あるけどね。いや、ない。なんで行こうとしてる。あるけどね。隠してるのもエモいみたいな。ある、本当に。料理始めたての時とかさ、あの、自粛明けのあたりとか、はいはいはい、そうそうそう、そうそう、確かに確かに、急に料理始めてるみたいな。まあでも絶対特技として活かせますね。そうですね、そうそう、やば、確かに。うちのお姉ちゃんも料理得意なんで、よう作るんですけど。北海とか、まあ俺も同じなんか作りたいってなって、レシピ見て作るだけなんですけど。あ、でもそうっすよね、うん、そんなになんかこう、最初何きっかけなんですか、料理しようかな。いや、自粛っすね。暇でみたいな。暇でというか、まあなんかあれですね、なんか、なんていうんですかね、外食しちゃいけないって自分の中であって、で、なんかその中でできることを探そうとか。えら、いや、マジでね、どうやって家の中でいっぱい酔っ払えるかってことしか考えてなかったし。ずっとウーバー、こういうとこで差がつくんですね。そうやなぁ。そうやなぁ。置いてかれたなぁ。ゲロさんはあんまやんないですか。一切やんないですか。おいしゃれない。英語、英語。ちょっとなんかパスタかスパゲッティ作るとか、もう元入れるだけなんですけど、うんうんうん、ちょっと炒めるとかぐらい。揚げってだって結構工程ありますよ。あと油の処理大変だ。あ、まあそうですね、揚げ物はそうですよね。そうですよね。飲み込んでる。うお、
先にそうですね、今味をいろいろ楽しみにしてちょっと置いといて、だから僕ら普段歌い手界隈の友達とかの家に突撃してご飯作ってとか言ってもらって、ガチ YouTuber さんのとこに行くの多分初めて、初めてですね。嬉しいよね、嬉しい、本当になんかドキドキはしてたんですけど、はい、いやありがてえなぁ、なんかね、普段からありがてえなと思いながらこう突撃してるけど、確かに特にありがてえな、なんか、マジで無理って言われたらどうしようと思ったし食材ないって言われたらどうしよう、食材ないこと僕ないですね、スーパーないとかあってどうしようみたいな、でも打足さん家ってなくて一緒に買いに行った、見た、あ、そんなこともあるんですね、そういうパターンもあるんですか、ないないよ、ないでもそうっすよね、普通はそうっすよね、なんでない、僕はまあショートをやっぱ取ってるんで基本はまあそう練習したり、あ、練習して、いやなんか大丈夫かなみたいな、一回作ってみてみたいな、たまにそれを決めて食材を買いに行くんですか、それとも適当にバーって買って、いや、確かに決めますね、でもなんかスーパー行くとなんか、あ、これが今季節的にこうなんだみたいな、あんま知らなかったんで前は、はいはい、でもなんか買わないとね、まあ、そうなんですよ、なんか、あ、もうサンマ出てるとか思ったら結構検索サンマ入ってくるのかなみたいな、へぇ、なんか結構俺なんかどうかわかんないですけど、なんか意外と調べてたのがショートで急に出てきたりしません？うんうん、出る出る出る、あるあるある、だからなんかサンマのレシピを Google で検索した人にショートで例えばサンマとか出やすいのかなって勝手に思って、じゃあなんか意外とそこリンクしてたら理にかなって、なるほど、面白いなと思って、ずっと聞こうと思ってたんですけど、ゆくちゃんもショート一切ほぼやってないんですよ、ショートやった方がいいっすか、え、どうなんだろう、どうなんですかね、ショートの王者、いや王者じゃないですけど王者じゃないですしね、聞きたい、この2人の感じをあの1分に詰め込めるかが難しいですよ、難しいですよね、うもう完全に違う感じ、はい、攻め方をしないと、僕らもだから、ね、メインは僕だけ出る形だし、そういう意味でもまあそうだね、僕だけ料理やったりとかで、そっか、ではもう2人で掛け合いとかじゃなくて1人で勝手に進める前提なんですね、うん、でもやっぱなんかやってみるまではすごい怖いものだったんですよね、はい、なんか全然違うことなのかなって思ってたんですけど、昔の YouTube みたいだなって思うんですよ、あ、逆にこうギュッてまとめるっていう、ああそうか、昔は8分とかそういうのなかったから、はい、分数関係なくやったでしょうしね、はい、で全く見てない人に見てもらえる可能性があるし、最近見てないなって人もそれで思い出して見てくれるので、やってみてもいいと思うんですけどね、確かに、チャレンジで、まあ、そこにどんくらいそのね、その特技を入れ込むかですけど、なんかその歌とかだとね、もう完全にそのもう本業も本業だと思うので、はいはいはい、何をやるかは結構難しいですよね、見てみたいな、へぇ、見てみたいかもしれない、うん、一回出してくれませんか、さどっちだでもいいので、いや、いつでも出てください、いつでもいいですよ、なんか勉強したいよな、あ、その出してくる、見に来たいですね、どうやって作ってんのか、いや、いやでも一緒ですよ、あ、一緒、あ、でもカットのテンポとかは違う、メインのショートは結構でもショートっぽいカットな気がします、あれはトミさんナレドリー最後に入れてるの、そうっすね、ってことだね、でカメラマンやってみたいな、最後はへあれはもう完全に台本決めて最後バーって喋る、そうですね、あ、まあ、じゃない、意外と手間かかってるし、ね、だから、いや、だから大変だろうなって思いながら見てたんですけど、急にめちゃくちゃ真面目な話を突撃してるとは思えない、人生相談をする、突撃して人生相談、これどうしたらいいですか、俺たちこれからどうしたらいいですか、ちょっとやってみてもいい、酒飲んで酒飲んでやった方がいいと思いますみたいな、でも縦と横で全く見てる人違ったりしますね、そうか、はい、そうなんだ、今の若い子とかもうショート結構慣れちゃって TikTok とかで見てたりするんで、多分同じ再生数を縦で横で撮っても多分新しい人が多分肉ちょも知るきっかけになると思うので、お互いの個人チャンネルとかでもやってないですか、やってないですね、あ、そうなんですね、逆にその、アルゴリズム的な話をすると、アルゴリズム、どんどんすごいどんどん今この視聴維持率がうおー下がってたの、再生数バンって上がったとするじゃないですか、はい、ただ視聴維持率というかその動画自体の尺は短いから、あんまり長い時間見られてないチャンネルだってなった時に、
普通の動画別になってます。あ、へえ。ショートはショートショートで分析になってるんで、あ、影響はないですね。へえ。別なんだ。ないよね。ないと思います。あと初め僕もそう思ってたんですけど。はいはいはい。へえ。ない。その辺聞きたかったね。うわー。今のはというか。来てよかった。そっち。はい。よかったっす。来てもらって。やっぱりあのスパイダーマンはすごかったんですか。あれはすごいんじゃないですか。普通に海外に負けてやってるんで。ほぼ海外。そうっすね、もう多分もう90ほぼ知らんかったもんね。だからやっぱ言語使ってないじゃん、やっぱ強いっすよね。スパイダーマンの格好とピカチュウの格好でみたいな。そうそう、僕も自分の個人チャンネルはちょっと海外にも向けて作ってて、5000万再生とかなりますよ。へぇー、関東のやつだから5000万最近1個出てる。王者やん。その時は何したんですか。ちょっと映像が好きなんで、映像のその、あ、見たかも。はい、使ったやつ。なんかいろいろやってますよね、映像系で。見た見た。それはなんか日本で初めちょっとバズると海外で流れて、で言葉が日本語だとみんな見ないんです。スワイプされちゃうんですけど、見てくれるじゃないですか。言葉なかったんですよ。そうすると多分海外で。だからあれ、ショートって再生数なんぼとかって表示されへんから。そうですね、チャンネルに行かないと見えないですね。そう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 、だからそうなんですよ。見てる側はもう何歳ですか分からへんから。確かに確かに。そんなに見てた俺それ気にしないですよね。うん、コメントの数とかいいねの数多くて、え、これ結構バズってんのかなと思って見たらすごいみたいな。めっちゃ再生されてる。ありますよね。あるある。これはなんか急に全 YouTuber が見た方がいい動画みたいな。逆に、うん、こう俺らみたいに一歩踏み込めてない人たちいっぱいおると思うから。絶対やってください。多分歌の部分とかって、はい、いや、なんかショートだったら出しやすい瞬間もあると思うんですよ。見る人は多いですけど、あんまそんな深く考えてないで見てると思う。いや、もう一撃だと思うんですけどね。そう、いやいやいや、うまい人いっぱいいますからね。ちょっとまた別の能力っぽいよな。そうっすよね。そこの出し方も含めてですよね。それがそのちょっとこう、なんだろう、ちゃんとしなきゃいけないことになってると思うんで、そこはまあ競合と土台ですよね。ちょっと待って、これ何？アルゴリズム。今日の動画何これ？シュッて出てます、テロップテーマみたいな。俺は勉強になりますね。俺はマジでなるわ。何しに来たんですか？勉強になるわ。あと聞きたかったのは、ちょんまげ小僧ってどう思います？え、でもおもろくないですか？意外と。おもろいんすよ。おもろいっすよね。すごいっすね、久しぶりにあんなこう、彗星のごとく現れる系で。確かに。いや、今日僕コンビニ行ったら、昼ぐらいに子供が、ひき肉ですって言ったもん。うわ、お母さんにも向かって。え、ひき肉じゃないの？ひき肉じゃなかった。そりゃいいでしょ。そりゃそう。ひき肉じゃないくせに。いやいや、いいでしょ。ニュータルなんでしょ、あんまり。俺でもこの間、あの家近く歩いてたら、はい、女子高生とか中学生の女の子が前歩いてて、はい、ひき肉イケメンって聞こえて、そうな、中学生とかもそうなんや、恋愛対象になるの、彼女がいるのかなみたいな、そんな話して。すげえ、リアコ。そうそう、ひき肉のリアコ。ひき肉リアコに合う。ひき肉リアコ、名前のセンスとかすごいっすよね。あれ、ナマズくんが決めてんのかなと思うんですけど。どうなんすかね。なんかブレインナマズくんっぽいんだよな。ブレインとか、いいぞ、ブレインとか言わなくて。めっちゃキレてる。さっきアルゴリズムで見てない人がすごい怒ってる。あの子たちの将来はちょっと心配な気持ちもあるんですけど、親も今揉めまくってんちゃうかなみたいなね。どうなんすか。だってあの中学生の時あんなバズったらおかしくなっちゃってますよ。だって誰かの、うん、メンバーの誰かの親に収益がボンって入ってるわけだから。そうですね、アカウントは確かに紐づいてる。俺はもう話し合わせな、何割ずつなんだ。そうそうそう。でもひき肉は俺がバズってるぞっていう気持ちもある。やだ、ひき肉だな。でもナマズはブレインだぞ。そんなんやってますよ。分かるよ、俺の予想やけど。みそ巾着も僕好きです。かわいいっすね。みそ巾着がその主張に入ってたら嫌ですね。はい、かわいいやつ。そうなのに僕もみたいな。僕もちょっと、コメントの割合を見れば僕も2番手ぐらいにはいってるぞみたいな。でもひき肉がイケメンで持ってたらしいよ。あー、ひき肉イケメンで。ちょんまげ小僧っていう名前のやつもいるんですよね。最初に挨拶してる子が、はい、ちょんまげ小僧くん、はい、だリーダーなのかな。どうなの、裏の。でもバズった動画にはちょんまげ小僧いなかったんですよ。どういうこと。ちょうど欠席しちゃってる。オーナーみたいな。だから割合はちょっと難しくなってますね。いやいやいや、バズった動画で割合決めないと思う。いや、なんかモメント言ってほしい。いや、まあまあそうですね。
まあ、切り抜きチャンネルやるんだったらそのね収益の分配率とかいやいやいやそんなにおじさんたちがやいのやいの言うことなさそうですよ、ね、なんかねいつでもなんか連絡してくれてる何の時かやってる間に入って、ちょコンサルちょっとねいつでもなんかやるんですバスカートに受けた方がいいかコンサル中学俺らが俺らが受けた方がいい俺らがいやついにそういう子たちが出てきたかった感じしますけどねだってもう100万人超えてるんですよ、怖いですよね1日で20万ぐらいですよいややばいそれ次ののか、ね、そうですねあーチーズせかさないうわうわおしゃれなフライパン出てきたらほらうわやってるこれチャーハンいきますあのうわうわ水溜りといえばまあチャーハンかなっていう、ね、確かに、まあ、スーパーシーズニングされてるあのクソデカチャーハンのやつあれ何人チャンネル登録者超えたんですか確かにあれだけすぐアルゴリズムの話すぐ確認しますねそうですねビジネスチャンネルじゃないから別に2.3 万人増えてるそうなんだすごい、ね、やば結構やっぱ行ってんすねじゃああれはあれ何でどうやって見つけたあれ散歩してたんすよ、うん、歩いてああそしたらなんか面白いものあったんでえどういうことえあの食品サンプル屋さんが浅草の方にあってたまたま別の企画ので買い出しに行ってておいおい帰りになんか面白そうで店頭に置いてあったんですよあのでっかいのは、はい、でなんか貸してくださいあお借りしてへえだからそんな1000万再生だなんて思ってないですよなんか面白いな撮ったのもあれ夜中になんか急にカンタがチャーハン作り出して何みたいなテンションで、はい、だ結構2人の会話のなんかが入ってんすよ動画にだから初めて見た人どんな気持ちじゃないそんな1000万人もどんな気持ちで見たのかありがたいっすよね見たしなあれはでもずっとやってきたっすけど珍しかったなんかもうアップロードした時からめっちゃ見られたんですよこれ血は伸びとかでもないじゃなくてもう多分絵力でサムネやばかったもんサムネだった今でもだって海外の人があれネタにするみたいなへぇバスケットボール選手とかがあれあれどうっすかザ・ビーストあ、ミスタービーストミスタービーストかはいめっちゃ見てるっすよカンタ好きだよね俺も最近めっちゃ見てる見ますよねやっぱりめっちゃ日本語声優のナルトのナルトの見やすいわあれついにあそこまで来ちゃったかって感じ YouTube はねだって登録者2億そうかで毎回の動画全部1億超えなんですよやばいっすよねいやだからもうあの韓流アイドルが毎日 MV 出してるみたいなことっすよね確かにでも何2億ぐらいずつ使ってるらしいっすよ毎動画えっどういうことあそこまで行けるの吹き替えとかももう全世界やってるし字幕もやって声優さんもたくさん使ってますもんねとんでもない爆発させたりとか今から鬼ごっこして逃げ切ったやつがこの無人島をもらえるもらえるあーやってたわそれ、その無人島は5000万ぐらいでさらになんか2500万ずつ隠しておいたぜ自分でハンバーガーショップ建ててハンバーガーショップに今日開店だから来てくれたら100万あげますやばタブレットバスとか車で離れてもう車あげますとか言ってますよねそうそう、なんかそこで事故った車がいて、はい、人混みすぎてあ、じゃあ車あげるよへぇ、車そのまであげるみたいなミスタービーストがやってるショートで車をこう運転するんですよ、はい、で、まあ、めっちゃいい車を運転して信号で止まった横の人とこの車交換するっていうのやっぱショート動画ですたまんねえよでおばちゃんがなんか「へえ」ってなって「チェンジチェンジ」っつってそのおばちゃん乗ってどっか行くんですへえ本当にあげるんですそれって車検証とかどうしてるんですかねあ、でもね、最後に一応ちゃんと書いてるみたいなのを入れ込むんですよへぇーミスタービースト知らなかったみたいに言ってたよね知らなかったけどおばあちゃんがおばあちゃんが最後、なんかそんな感じだったけど俺らも一発逆転でやってみますいや車で言うぞいやだって日本でやったら本当におかしいやつしかもなんか何個もチャンネルあって他にも何千万もかけて海をきれいにしますっていうエコのチャンネルとかあるってねもうなんやこいつお金ばっかかけてなんか好きなにしやがっていけすかねえなとかで他のチャンネル見たらめちゃくちゃ地球に優しいことしてる本当になんか絶妙なんすよね例えばその目にちょっと障害がある人に全員にああ見た見たこういう手術をしてあげるって言って1000人集めてやるはいはいはい、はい、
で、なんか目が良くなった時に前にあの2000万置いてあってあげるよみたいな。そう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 、もうむちゃくちゃじゃん、むちゃくちゃす世界はすごいよね。でも日本じゃできないっすよね。やるとしたらもうほんと字幕とその音声つけてやるしかないみたいな。あの声優は本当にナルトの数なんですか？ナルトの数だよ。あ、そうなんだ。なんかそのリーストが好きだからへぇー、だからたまにだってばよーとかで勝手に言うてるけど、ええんかなこれ。だってばよー、それは声優さん次第で言っちゃってますいいまあ台本には書かないってことですよね。間違えて言った人に近い。そう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 、アドリブみたいな。僕でもそのミスタービーストで感動したのが、あの5年前ぐらいにミスタービーストが自分で撮ってた動画を載せてて、はい、多分1年前ぐらい載せてるんですけど、まだ大学生なんですよミスタービーストが。で今テストでめっちゃきついけど、なんか何年後かに100万人いってたらいいなって。ああ見た見た見た。でもう1億くー、それをそのまま載せてて、なんかやっぱ YouTuber らしさもあるなというか、そういうとこ撮ってるのがやっぱりいいっすよね。いい、なんか気も座ってるし、めっちゃ面倒くさいこと死ぬほどやってるからな。うん、実はそうなんですよ。めちゃくちゃこれ伸びそうやけど面倒くさいよなみたいな、うん、僕ら今トミーに料理作らせてるだけちょっと声優入れる変わんないだってばよ、美味しいだってばよって日本語で分かる。そうか、あの日本語になんで日本語声優じゃあ面白いな。全然分からない。おもろいけど、なんかこういう話できる人もなんかあんまり周りにいない、まあね、あんまいない。貴重なんですよね本当に。いや、いい匂いしてきたな。はい、うわっ、うわっ、まさか遅れてひっくり返っちゃってますよ。ちょっとこれ、違う違う違う、モス、うん、あのひっくり返っちゃった方じゃないパカーンします。いいっすか、じゃあ。いや、顔がすごい。あ、サムネの顔しないから。サムネ今。いきますね。はい。チャーハン。うわー、ありがとうございます。絶対うまいじゃん。ベーコン超でかいの最高。最高。ベーコンいっぱい入ってます。うわー、チャーハン。トミーの料理は、マジで、うまいことに全振りしてるんで。はいはい。野菜入ってない。野菜入ってない。それでいいじゃないですか。それでいいのよ。あとこの皿をどこで買ったか教えてください。確かに、めちゃくちゃいい。こういうの教えてほしい。ああ、ちゃんとレンゲもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お先にどうぞ。メイちゃんちょっといただきなさい。いきます。え、いいんですか？もちろんもちろん。うわうまそう。待って、マジで。匂い最高。入った。入ってた。もう普通に作ったらもうベーコンしか取れないぐらいのベーコンの量。いや、これがいいのよ。いただきます。うわー、これやばいよ。あ、音がいいね。でかい。うまい。いいっすか、先。あー、うまい。あー、ありがとうございます。後から2段階でくる、クギパンチみたいな感じ。クギパンチ、懐かしい、トリコ。あー、ベーコンも欲しい、ごめんなさい、ベーコンいただきます。あ、最高。残ったらあと全部僕食べます。やばい、じゃあ残したくないな。クギシンボイ。トミちゃん、いただきます。あ、どうぞどうぞ、すいません。おーい、すげえよ、なんかめちゃめちゃ、めちゃめちゃ、めちゃめちゃそうそうそう。やった。いただきます。うわー、うまい、うまい。あ、ベーコンうまっ。ちょっといい感じですか、お焦げのとこ。あ、あー、よかった。確かにヒロキ、なんかついてるよ、ご飯。お弁当ついてる、お弁当。まあ、うん、うん、実はストレート。実はそうなんですよ。も、もじもじそうなんですか。がっつりなんですよ。ありますね。あ、おいしいわ。え、やっぱご飯好きな人って、トミーめっちゃ飯好きなんだけど、料理うまくなるんですかね、やり始めたら。あ、そうじゃないですか、やっぱり好きやもんなるよな。うん、探求しちゃう。なんか長時間かけて作ったものってどんなに美味しくなくても美味しいんですよね、その達成感。あ、まあ確かに、うん、あの、いい食べ物いっぱい食べてるだろうから、味のこの味覚というか、うん、鍛えられてるんじゃないかな。なんか例えばこういうチャーハンだったら、白米だったとして、白米にどれぐらい醤油かけたらちょうどいいしょっぱさかなって考えます。この量に対してどれぐらい醤油かけようかなとか、塩かけたらみたいな感じで考えるってこと。へー、そうなん。いや、まあそうではあんま僕はなかった。今どうしようっていう。はいはいはい、はい、兄貴のエネルギーが。兄さんどうしますか。兄貴のガソリンが今。兄さん
焼酎ハイボールだ。うわぁ。いやもう帰らないですね。帰らない。焼酎ハイボールあります。 そこで寝ていいか。そうですか、いただきますね。どうぞ。すいません、こんなことしていいの？ダメっす。ダメっす。ダメだったんだ。終わり、今日。どうでもよくなりました。うん、どうでもよくなった。そろそろ締めます？いやいやいや。唐揚げ食いたい。唐揚げ食いたい。でも、チャーハンマジでうまい。マジうまい。ありがとうございます。肉ちゃま！なんかあれなんですね、その歌い手さんでありつつ、そういう何でもしたい人たちなんですね。ああ、そうですね。だからもう、ほぼ歌い手のくくりじゃないんじゃないですか、僕ら。いや、でも結果はめちゃくちゃ出してる。いや、それはなし。でも、ガチでこういうのやってるから、お客さんが入ってる感じはありますからね。なかったら多分全然もっと伸びてないと思いますね。歌い手さんの中では特殊なんですか？かなり一番特殊だと思います。始めた頃はいなかったですもんね、あんまり。いなかったですよ。いないじゃないです。顔出しして YouTube 撮るとかね、うん、最初ちょっとなんか変な感じ。そうか、確かに。マスクしようがずっとないんですよ、これ、うん。今でこそ結構ね、そういうパターンの方がいらっしゃいました。増えましたけど。じゃあそのさ、走りみたいな感じですよね。かなぁ、やってる人も、ううね、あぁ、むちゃくちゃ生きる。むちゃくちゃ生きる。関係者も見てたのに。いやなぁ。でも撮っててもね、全然その、いや最高普通の YouTuber さんよりなんなら絡みやすい。ありがてぇ、嬉しい。ね、全然嬉しい。気持ちいい。それは酒飲んでるから。気持ちいい。関係ない。酒結構飲んでる。いやいや、だって水本さんには気持ちいいよね。いや、嬉しいよ、めちゃくちゃ。気持ちいい。めちゃくちゃ本当にすごい。美味しい。これのせいだ。大丈夫かな。ゲロさんが出来上がりつつある。泊まりたーい。一泊したい。いいな、この家めちゃくちゃ入り浸りてー。いつでも来ていいっすよ。ほんと、誰が言ってんの。家ではないんだけど。料理は僕は作れない。作らないし。連絡さえくれれば。ああ、そうですか。海外でエアビーやってる人。日本にいながら。連絡さえくれればね。いるな。あれ、ごめんなさい、ごめんなさい。俺ってさ、これ何らかしらの罪に沿われない。これまあ。数ある法律の中は1個引っかかりますね。軽犯罪とかでありそうだよ、絶対引っかかります。ノミが今通報したら終わりっす。くそー、携帯盗んどいた方がいいっすか。めっちゃいいのですね、日本酒の。あ、日本酒飲むと、あ、ありがとうございます、ありがとうございます。飲みます。終わっちゃうよ。いや、ごめんなさい、本当にちょっと俺とんでもなくなっちゃう。じゃあやめましょう。いや、ください。いや、全然。これ一緒に分けます。あ、そうしましょう。ここなんでとんでもないことになろうとしてたんですか。もう今日はどこまででも行っちゃえみたいな。そうそう、今ちょっと一瞬高はずれそうだった。危ない今全力でこいちゃいました今。いやいや、こっちにしても、こっちでもだいぶ決まるよ。本気で止めてます。決まる。はい。いやマジで、マジで俺たち酒飲ますの長いから。いや、ごめんなさい、ほんとうざいんで。あ、うざいんで、ほんとうざいんで。朝まで行くようになっちゃうからな。ありがとうございます。なんか飲みたいな、またな。いや、本当にミスった。いや珍しいよね、カンタが車で来るっていう。いや、ちょっとふざけちゃったな、今日。ちょっとの出来心で。あ、ね、初めてだもん、自分でトミーハウスまで。あ、そっかそっか、あんまり確かに、うん、じゃあ代行だ。目バッキバキ。いや、俺らめんどくさいんすよ。だから俺らめんどくさいんすよ。そういえば、YouTube で一切その解禁してなかった酒、急に復帰後のコラボで僕に。うちなんすか。そうだ、飲みましょうよ。お土産飲みじゃん。あ、こうやって飲むのもええな。なんか、なんかええな。結構みんなそうかもですね、来た人は。そこで飲む。わあ。いいな。この高さがすごいちょうどいい。めっちゃちょうどいい。この量、これ入れすぎると大変なことになっちゃう。あ、そうなんだ。くっついちゃう。焦らないことがない。料理は落ち着いていこう、落ち着いて。もう食べれます。いや、食べれないです。鶏肉生はアウトです。焦ってるね。焦ってるね。いけるっすよね、多分。いや、手綱くん、ここもいかれちゃいます。
多分いい肉なんでそっちもいけるし牛肉じゃないから病院も行くし、病院だって行くし、いや、確かに行っちゃってるから、あー、食べちゃいましたって酒飲んでるからだるくて行かなそうだけど俺らこれだるだらみしてるやん、ほら帰ってからこれ編集見て申し訳ない絶望するんだろうな、お前いい感じしとけよこれがもう今だるがらみですよポップな BGM 頼むよこの動画が炎上したら君のせいです、そうだよ、ね、編集しないだろ切るとこ切れよ急に唐揚げ食べ終わってるでしょうね、ごちそうさまでした、うわもうお腹もとかでくそー、いや悔しいんで、人間ね、いや確かにそんなに個数やんなくてもいいかもしれない、いや時間的に、いやうちの腹へ、じゃあ全部いきます、ね、すかした子たちがいるんで、ちょっと全然僕はもう本当にすごいよな、こんな押しかけるのにスタッフめちゃくちゃ引き連れてくるクルーの分まで今カラオケすいません、お酒はでも2人で飲みに行ってたみたいな言ってましたもんね、いや言ってましたね、よくね、コロナ前とかは、今はあんまり行かないですか、今はもうお互いちょっとライブとかで忙しくて、そうですよね、2人とも2人で行くの、この間行きましたけどね、そうえ、そのカメラとかなくて、なく普通に焼き肉行って朝まで、なんで俺ら行かないんですよね、へぇ、めっちゃなんて言うんだろう、新鮮でした、ずっと一緒にいるとねまあなんかそれもあるかもしれないですね、撮影で飲むこともあったりする、はいはいはい、それでよしになっちゃうところはあるかもしれないですね、僕らもでも2人は遊んだりとかしない、行ってないって言ってましたねしない話の中だったから、どの気持ちが働いてる嫉妬なんですね俺らだってみたいな二度揚げした方がいいんだよ、二度揚げするとやっぱりパラッとパラッとして、今衣の方がカリカリとパラパラ、そうですね、焦げないけど火をいっぱい通せる、めっちゃうまいっすよ、タクシーなの、やってるから近くで二度揚げするんやって言ってましたほんま何回も言ってるから、言ってるか、アタクミ言ってる確実に言っていた、なんでそれちゃんと、あどっちもいいだろお前味方についてくれよ切れよ来た来た来た、指定までしてきた、ここ切れよ、ここ切れ、変にここだけ残っちゃったらめっちゃ印象悪いですから、ね、全部乗ったらいいですけどこんな盛りだくさんなの、ね、いや全然2品とかね、なんか冷凍でしかなかったみたいなぐらいエネルギーでしたね、素晴らしい、さすがさすが、ありがたい、次研究するとき僕も誘ってください、誰かにとって全然関係ないと、この企画だけ毎回いるやつこれ楽しいのよ、はい、あ、いいっすね、ほんと行くっす、はい、はい、ほんとね、行くっすよ、行くっすよ、素晴らしい、おい、よし、じゃこれ、うわぁ、男の唐揚げきた、マヨネーズとか、うわぁ、今、思ってた今、本当にマヨネーズ好きなんですよ、思ってたの今、マヨネーズあったらいいと、本気で思ってた、マヨネーズ出してくんねえかなマヨネーズとかごめん、いいと思います、思っちゃってごめん、まあ、ちょっと味もいいんすか、ついてると思うんですけど、行きなされ、僕もじゃあちょっと遠慮せずに、まずは素でちょっと熱いと思うんで、はい、ついてください、唐揚げいただきます、うわっ、うわっ、ええ音、やばい、うそ、うわっ、もう行っていいんですか、それ辛いちゃうかな、うわっ、熱いんちゃうかな、熱いですかね、うわ、拍手出た、食感やばい、いいですか、ありがとうございます、いい、どう、うわ、ブリブリ、うん、うまっ、梅か、うん、これ、揚げたてでしか食べれない食感ですね、これすごいわ、うまっうまっうまっ、うま以外ないっすもん、これもピザポテトみたい、いや本当にピザポテトぐらいザックザク、あ本当ですか、うん、よかったです、中ブリブリえ火通
取ってますか、大丈夫ですか。バッチリ、バッチリ、バッチリ。あー、これは美味しいですわ。シンプルですよね。無言でマヨネーズか。マヨネーズあると思います、めっちゃ。これはエガーバ。そのくらいでやっぱいいですよね、お酒飲んでると。31のシングルぐらい出してますね。そうで言うと。いや、マジで。これをもう、これもいいよ。うわこんなことしたら、うん、うん、おーおおお止まっていっちゃおうかな。いや、巨乳美女みたいな。うまカンタとかマヨネーズうまいかな、これマヨネーズ好き。あの、青学の学食にあったあの、唐揚げの感じ。うん、うん、一回疑う。マヨネーズを見るんですか。さうまっ、青学の学力よりうまいわ。青学うまいな。でも迫ってるんや。ちょっと食べてみるか。食べてみるか。マジ、いや食べてください皆さん。これ食べてた方がええど。これありますって、ね、いくらだ。うわー待ってよ。やばいやばいやばい。待ってよ、本当にマジでもう帰んない。本当にうざいっすよ。ありゃありゃありゃ。あーさっきのベーコンが。ありゃ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 。もうしかももやしもやしさんも。もやしもやしさんも。もやしだけさん付け。もやしさんも。もやしだけさん付け。なんかあったの？なんかあったの？お弁当箱の歌みたいな。ふきはふきでしょ。ふきだけね。うまいなこりゃ。これいい感じで冷めるよ。酔い覚ましとしてはいいっすよね。うわ熱いんでマジで気をつけてください。いただきます。熱いんで気をつけてください。いただきます。優しい優しい。うわうまー。一番飲みたいやつを酒飲んでる時。いやこれいいですよ。そうですね、このなんか安心する温かさ、うん、それをでも思い出させてくれるお酒でございます。お酒でありますからね。いやなかなかこんな反応してもらっちゃうと、うん、なんか言いづらいですけど、やっぱ設定上あんま言えないですけど、また来てほしいですね。それはちょっとこっちで考えさせてもらいますよね。なんかね、この設定上なんかまあやってくださいっていうスタンスでいくべきだと思うんですけど、やっぱこんないい反応されちゃうとちょっとまた来てほしいなっていう。俺たちもあれだけど、ありがとうね。ありがとうね。ありがとうね。本当に。いや素晴らしい。ありがとうございました。いやありがとうございました。素晴らしい。ありがとうございました。いやすごい。ありがとうございます。トミーちゃん家に突撃して晩ご飯作ってくれって言った結果、はい、全部うまい。仲間になっちゃってた。仲間になってどうでしたか食べて。まあ僕もいろんなの食べてきたんですけど、ええ、めちゃめちゃ美味しかった。うわぁ、得したね。得した。いや来てよかった。来てよかった。引き目なしに本当にうまいですよね。うん、いや本当にうまい。どれをとってもうまい。あーよかったです。マジですごい。いや嬉しい。普通に嬉しい。新宿三丁目のあの伊勢丹のデパ地下で出てきそうな。いやそれぐらいのなんかめっちゃいいとこ。ピント取る人少ないと思う。撃たれました今。撃たれました。ごめんなさい。今日本当にあろした。マジで最高でした。トミちゃんありがとう。ごちそうさまでした。楽しい。やった。幸せ。幸せ。声でかいよ。確かに。